大会まで長い距離を走ることはできませんでした。今日もですね、本当は長い距離を走ろうと思ってたんですが、仕事やら諸々の用事が入ってしまいまして、結局長い距離は今日も走れなかったです。来週になってしまうともう13日なので、あまりね近いくなってから長い距離を走るわけにはいかないので、今回はですねぶっつけ本番でいきたいと思います。全く走ってないわけではないので短い距離をこまめに今走ってきたわけですが、これでどこまでいけるかわからないんですけれども頑張ってみたいと思います。それでは今日はこれから少し走っていきます。それではまた。12キロほど走りました。今日は暑いです。自宅まで1キロほどでしょうか。今日はこのぐらいでやめておきます。今日はですね急遽、シューズを購入してきました。メーカーはですねホカオネオネです。いやふざけてるわけではなくてそういうブランドです。トレイルランではよく有名なシューズだと思うんですが、皆さんご存知かどうか分かりませんがすごく暑いです。こんな感じですね。こういう厚底になってます。足を入れてみたところ非常にフィット感も良かったし、クッションですね、やっぱりクッションがすごくいいです。これだと長い距離を走っても大丈夫かなという感じを受けましたので、急遽購入してきました。今年のウルトラマラソンで9月の25日のウルトラマラソンで使いたいと思います。以前のシューズと比べるとこんな感じです。やっぱ厚さが違いますよね。だいぶ違います。こんな感じですね。はい、それではということで今年も頑張って走りたいと思います。よろしくお願いします。それではさようなら。